今週末は土曜日4頭、日曜日は7頭出走します。未勝利組、なんとか勝ち上がってほしいですね。いつもご視聴いただきありがとうございます。初めましての方はぜひいいねにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは出走情報スタート。今週土曜日は4頭出走です。まずは阪神3レース、3歳未勝利に6番ベネトレイト号。阪神9レース、高取特別に10番ルーパスデソーロ。競馬場変わりまして、函館6レース、3歳未勝利に5番ベルミセル。函館9レース、エサン特別に1番マリネロが出走します。個人的な、注目馬は阪神3レースに出走するペネトレイト豪君です。なんとかここで勝ち上がってほしいですね。今週日曜日は7頭出走です。まずは東京4レース、3歳未勝利に山吹。競馬場変わりまして函館4レース、3歳未勝利にヴィンジュルネとエンライトメント、ブロードイメルとレアリーズレイブの4頭が出走します。函館7レース、3歳以上1勝クラスには銀のサジ。函館9レース、北海ハンデキャップには金取り比が出走です。函館4レース、なんとゴールドシップ3区が4頭も出走します。未勝利戦ということで、なんとかみんないい成績を出してほしいですね。6月24日土曜日です。阪神3レース、3歳未勝利に出走するのは6番ペネトレイト号です。5馬3歳の足毛くんになります。戦績は8戦0勝、1着が0回、2着が2回、3着が0回、それ以外が6回です。前走6月11日の現在1番人気になっています。ペネトレイト号くんの名前の意味は突き抜けてゆくです。阪神9レース、高取特別に出走するのは10番ルーパスデソーロです。5馬5歳の足毛くんになります。戦績は21戦2勝、1着が2回、2着が3回、3着が1回、それ以外が15回です。前走5月28日の現在9番人気になっています。ルーパスデソーロくんの名前の意味は狼座を意味するルーパスに冠名のテソーロを合わせたものです。函館6レース、3歳未勝利に出走するのは5番ベルミセルです。牝馬3歳のクリゲちゃんになります。戦績は4戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が4回です。前走6月11日の現在5番人気になっています。ベルミセルちゃんの名前の意味はマロンペーストと生クリームを合わせたスイスのお菓子です。函館9レース、エサン特別に出走するのは1番マリネロです。牝馬4歳の足毛ちゃんになります。戦績は8戦1勝、1着が1回、2着が3回、3着が1回、それ以外が3回です。前走6月4日の現在6番人気になっています。マリネロちゃんの名前の意味はスペイン語で船乗りです。6月25日日曜日です。東京4レース、3歳未勝利に出走するのは山吹です。ボバ3歳の足毛くんになります。戦績は2戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が2回です。前走6月11日の現在11番人気になっています。山吹くんですが、とっても真っ白な足毛くんですよね。名前の意味は黄金色に近い黄色の花の名前だそうです。函館4レース、3歳未勝利に出走するのはウィンジュルネです。ボバ3歳のクリゲくんになります。戦績は8戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が8回です。前走6月10日の現在5番人気になっています。ウィンジュルネくんの名前の意味は演劇用語の夜公演です。
ここから同じ函館4レースに、残り3頭出走しますので、どんどん見ていきましょう。同じく函館4レース3歳未勝利に出走するのはエンライトメントです。ボバ3歳のかけくんになります。戦績は13戦0勝、1着が0回、2着が2回、3着が4回、それ以外が7回です。前走6月17日の現在一番人気になっています。エンライトメントくんは火曜年華ちゃんの弟くんです。名前の意味は導きです。同じく函館4レース3歳未勝利に出走するのはブロードイメルです。センバ3歳のクリゲくんになります。戦績は7戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が7回です。前走6月11日の現在13番人気になっています。ブロードイメルくんの名前の意味は広大な満面のを意味するブロードに冠名のイメルを合わせたものです。同じく函館4レース3歳未勝利最後の出走馬はレアリーズレーブです。牝馬3歳の足毛ちゃんになります。戦績は3戦0勝、1着から3着が0回、それ以外が3回です。前走6月11日の現在8番人気になっています。レアリーズレーブちゃんの名前の意味はフランス語で夢を実現するです。函館7レース3歳以上1勝クラスに出走するのは銀のサジです。牝馬5歳の青影ちゃんになります。戦績は21戦1勝、1着が1回、2着が2回、3着が0回、それ以外が18回です。前走6月10日の現在6番人気になっています。銀のサジちゃんの名前の意味はそのまま銀のサジです。函館9レース北海ハンデキャップに出走するのは金取り比です。ボバ4歳の足毛くんになります。戦績は17戦2勝、1着が2回、2着が4回、3着が0回、それ以外が11回です。前走4月9日の現在4番人気になっています。金取り比くんの名前の意味はドイツ語で無邪気です。最後にお知らせがあります。ゴールドシップ産駒の出走情報、地方競馬バージョンについては毎朝ツイッターで投稿しています。ぜひフォローしてください。馬番が確定していないのは確定し次第コメント欄に投稿します。結果は日曜日にまとめて投稿するのでぜひご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。